イチローさんのアドバイスはね、結構現実的で僕好きですね。野球選手で、もう辞めちゃったんですけど、イチローさんっていう人が、アメリカで割とその、安打打ちまくってすげえ優秀な選手だったんですけど、で、その和歌山県の高校かなんかに行った時に、高校生に野球を教えるっていうのをやってたんですけど、まあ、野球選手っていうか、高校生とかって、キャッチボールとかってやるんですよ。で、1日多分、なんかその有名な高校でなんか4、5時間練習するんと思うんですけど、イチローさんって、キャッチボール初級から結構強い球投げるらしいんですよ。で、まあもちろん高校生が取れるレベルの球を投げるんですけど、で、イチローさんがなんで初級から強い球を投げるかっていうと、長い時間練習をし続けると、全力を出さない癖がついちゃうんですよ。要はその野球って、まあその高校野球は別なんですけど、本当にプロになろうとすると、智弁和歌山それ。1日1試合しかやらないし、1試合やった後は、ちゃんとそのなんか休みがあるんですよね。でも、高校野球の場合って、なんか1日2、3試合とかやっちゃったりとか、長時間練習するのが当たり前になって、ここで全力でやった方がいいよねっていうタイミングでも、まあ、次もあるかもしれないし、全力じゃない方がいいよねっていうので、全力を出さない癖がついちゃうので、キャッチボールだったとしても、マジで全力でキャッチボールをするっていう。結局、まあ、野手の場合はあんまり言われないんですけど、ピッチャーの場合って、人生で投げられる球の数は決まってるって言われてるんですよね。結局、肘だったり肩だったりっていうのが故障しちゃうので、要はその人間って、なんか140キロとか150キロで球投げれるのできてないんですよ。なので、たまにその投げれる人いるんですけど、だんだん体が壊れてって、最終的にはもう投げれなくなっちゃうんですよね。なので、なるべく温存した方がいいのと、なるべく効率的な練習をした方がいいんですよ。高校野球とかだと、確かピッチャーが交代した時に8球だけ投げれるのかな。なので、8球で調整できるようになった方がいいんですよ。要は、球8球で調整できないやつって、そもそもの調整できない状態で本試合になっちゃいますよねっていうのがあって、後ろで練習すればいいじゃんってあるんですけど、置いといて、そのマウントに立った状態で、そのマウントの高さとかだったりもちょっと違うのでね、球場によってね、湿度とかも。なので、その8球で調整できるようになった方がいいので、7球?ごめんね、7球かな?で、7球で調整できるようになるためには、もう1球目から全力で投げれるっていう体ができてた方がいいですよね。なので、1球目から全力で投げて、調整してって、7球目ではすでに調整完了です。じゃあ、これから本気で投げますっていうのができるようになってたのが、プロとしての人生長続きするんですよ。で、あと、智弁和歌山でその教えた話、どっかのニュースサイトにも載ってると思うんですけど、3日間教え、だから1日目の時に何を教えていいか分かんないから、基本見ますって言って、で、キャッチボールぐらいやって、で、2球目とかで、2日目とかにそのバッティングとか教えたんですけど、で、3日目終わった後に、生徒にちゃんとやってよって言って、イチローさんは帰るんですよ。で、記者の人たちが取材に来てて、なんで最後ちゃんとやってねって言ったんですかって言った時に、イチローさんが、ちゃんとやってねじゃないよ。ちゃんとやってよだよって言うんですよ。じゃあ、ちゃんとって何なのっていうのって、1日目だと何がちゃんとかわかんないんですよ。要は、じゃあ1日目になんかたまたまじゃあキャッチボールやりましたって言っても、なんかちゃんとってなんだろう、まあなんかキャッチボールを本気でやればいいのかなって終わっちゃうんですよ。でも、3日間かけて、そのキャッチボールのやり方とか、そのバッティング、じゃあそのノックを受ける時のその気持ちだったりとか、割と3日間かけて教え込んだことをちゃんとやるっていうのが何なのか。いや、その自分自身で考えて、ちゃんとって何なので、イチローさんにちゃんとやってよって言われたっていう言葉自体が、その子の中にずっと残りますと。なので、そのなんか、イチローさんが言ってたのが、その仮にじゃあ、そのなんか、イチローさんがちゃんとやってる T シャツみたいなの作った時に、その街中でちゃんとやってよっていう T シャツを着てる人がいた時に、その子たちはそれ見て思い出すんですよ。あ、俺ちゃんとやんなきゃって。っていう、じゃあ、ちゃんとやるために必要なこと、考え方っていうのは、イチローさん3日間で教えたと。あとは、ちゃんとやるっていうことを思い出す機会のために、そのキーワードとして、ちゃんとやってよっていうのを、その高校生の脳に植え付けたんですよ。っていう考え方も持ってやってる人なので、多分物教えの上手いんですよ。で、長嶋茂雄っていう、結構有名な野球選手がいるんですけど、まあ、よくホームランとか打つ、有名な打者で、フォークを打ちたいと。野球選手がね。で、フォーク打ちたいんですけど、長嶋さんどうやって打つかいいんですか?フォークはね、なんかこう来て、引っ張って、パーンって打つと、カーンって飛ぶんだよ、みたいなこと言われて、全く役に立たなかったみたいなアドバイスを、僕ね、5回ぐらい聞いたことあるんですよ。なんか、フォークの時も、カーブの時も、内角の時も、外角の時も、大体長嶋さんのアドバイスって一緒なんですよ。すげえ優秀な野球選手ではあるんですけど、今年のオリンピックの時の、聖火ランナーでもいらっしゃったんですけど、ただ、本当に優秀な人って、優秀すぎて、できない人の気持ちが全くわからないんですよ。
多分ね、大谷翔平さんとかにもね、聞いてもわかんないと思うんですよね。僕もピッチャーとバッター両方やりたいんです。どうしたらいいですかって言っても、多分なんか言ってるけどそんなことできねえよみたいな。バッティングの練習も頑張って、ピッチャーの練習も頑張るとできると思いますみたいな。いやいや、みんなそれやってできないから質問してるんで、みたいな。っていうぐらい、物を教えるのが上手い人と、物を教えるのが下手な人って全然違うんですよ。なので、ちゃんと物を教えられる人なのかどうかっていうのって、ものが分かってない側では分からないので、なのでそこは集団の、みんなが受けてるところで受けた方がいいんじゃないかなっていうね、長い話ですいません。